ルイス・アルフォンソ・でボルボン・イ・マルティネス・ボルデューは、スペインの銀行員で、フランスの王位請求者。ボルボン家の一族で、レジティミストが、ブルボン朝のフランス王位継承者と主張している。フランス王位請求者としては、フランス王類20世と安住公、ルイド・ブルボンの称号を使用。フランス王類14世の孫のスペイン国王フェリペ五世の子孫に当たることが、 根拠になっているが、フェリペ5世は1713年に、ユトレヒト条約で、フランス王位請求権を放棄していることから、オリュレアニストは彼を、フランス王とするのは、不適格と主張している。スペイン王アルフォンソ13世の次男セゴビア公ハイメデボルボンの着流の孫であるが、セゴビア公は、聴覚障害のために、スペイン王位継承権を放棄したため、ルイスアルフォンソに、 スペインの多い継承権はない。スペイン相当、フランシスコ・フランコやビクトリア女王の子孫でもある。1974年、スペイン王アルフォンソ13世の次男聖ゴビア号、ハイメデ・ボルボンの長男である、カディス公、アルフォンソ・デ・ボルボン・イダンピエレの次男として、マドリードで生まれた。母である、第二代フランコ女行者クドニャ・マリアデル・カルメン・マルティネス・ボルディウィ・フランコは、 相当フランシスコ・フランコの娘カルメン・フランコの娘であり、従って、ルイス・アルフォンソは、フランコ相当の彦にあたる。1975年3月20日、アンジュ及び、セゴビア公を称していた祖父、ハイメの死去により、父アルフォンソが、フランス王アルフォンス二世となり、同時に、アンジュの称号も継承した。ルイス・アルフォンソは1981年9月19日に、 父からトゥーレーヌ校に除され、1984年2月7日に、兄フランシスコが自動車事故で死去したため、代わってブルボン校の称号を帯びた。1989年1月30日、父アルフォンソがアメリカ合衆国コロラド州のビーバークリークでのスキー事故により死去した。これを受けて、ルイス・アルフォンソが正統派の支持するフランス王家の長、ルイ20世となり、 アンジュ校の称号も継承した。ただし、カディス校の称号は、スペイン政府が1987年に、世襲の称号ではなくこの称号は、スペイン王室のみに属すると主張したため、用いていない。ルイス・アルフォンソは、リセ・フランセド・マドリードに通った後に、大学で経済学を学び、BNP ・パリバ・マドリードに勤務した。母のいるフランスを定期的に訪れてはいるものの、もっぱら、 スペインで暮らしている。2003年11月にベネズエラ出身のマリア・マルガリータ・バルガ水産隊じゃとの婚約が発表され、翌2004年11月にドミニカ共和国のラ・ロマーナで結婚式を挙げた。しかし、スペイン国王フアン・カルロス一世やスペイン王族はこの結婚式に出席しなかった。これはフアン・カルロス一世が自身の父方の 上位にあたるルイス・アルフォンソがボル・ボン家の冒険にも、かかわらず、安住公及び、フランス王家の長の称号を名乗っていることを好んで、いないのが理由と言われている。ルイス・アルフォンソとマリア・マルガリータの二人は、2005年から、ベネズエラで暮らしていた。ルイス・アルフォンソは、2006年の母、マリア・デル・カルメンの三度目の結婚式に、出席しなかった。これは、彼が、 母のセレブリティ的な生活感と自身が尊敬する母の前夫ジャンマリー・ロシからの離婚を嫌っていたからだと言われている。2007年3月5日、娘のエウヘニアが生まれた。エウヘニアは同年6月にパリ中在ローマ教皇庁外交施設館で教皇施設のフォルトゥナート・バルデッリから洗礼を受けた。フランスの正統派はエウヘニアを王女。 ウジェニード・ブルボン殿下として認めているが、スペインではドニャ・エウヘニャ・デ・ボルボンイ、バルガス・閣下と呼ばれる。2010年5月28日に、双子の息子ルイスとアルフォンソが生まれた。双子は9月5日に、サンピエトロ大聖堂で、教皇総代理のアンジェロ・コマストリ・スー・キ教から、洗礼を受けた。ルイス・アルフォンソは、長男ルイスを、ブルゴーニュ公に、次男アルフォンソを、ベリー公に助した。 ルイスは、同伴ルイドブルボンとして正統派の主張する時代の、フランス王位継承者となる。息子たちはスペインにおいてそれぞれドン・ルイス・でボルボンイ、バルガス・カッカ、ドン・アルフォンソ・でボルボンイ、バルガス・カッカと呼ばれる。2019年2月1日、第4個であるエンリケが誕生。トゥーレーヌ公に除された。同年11月8日、正統派の組織である、ブルボン家協会への関与を取りやめ、 新たに、安住公爵協会を設立した。しかし2015年に入って、同協会を解散し、再び、ブルボン家協会に合流した。2014年8月25日には、アメリカ合衆国ミズイリ州セントルイスから、名誉市民の称号を贈られた。2018年3月に祖母である初代フランコ、女公爵カルメンフランコが、死去まで名誉議長を務めていた。 フランシスコ・フランコ財団の名誉議長に就任し、曽祖,祖父のフランコ総統を貶めようとする、ペドロ・サンチェス政権に反対している。ブービーヌの戦い800周年記念式典で1992年8月25日、ルイス・アルフォンソは、エーグイコール・モルトの名誉町民号を、当時の町長だったルネジャノから送られた。フェリペ・ゴセイが、ユトレヒト条約で、フランス王位継承権を放棄したことは、 レジティミストとオルレアニストの間で長らく論争の種となっている。レジティミストはフランス王位はサリカ式継承法に従って定められており、いかなる条約もフランスの王位継承に干渉することはできないと主張している。1994年6月16日、ルイ16世がアメリカ独立戦争を支援したことからブルボンイエイエ長として フランスのシンシナティ教会の正会員となった。2010年12月、フランス革命後に持ち去られたアンリ4世の頭部をサンド二大聖堂に改装するために、ニコラ・サルコジ大統領に協力を求めて、一旦は了承されたが、政権が変わって、フランスはオランドが大統領になると、これを却下された。現在ルイス・アルフォンソが有している称号は、以下の通りである。 オルレアン派の支持するフランス王、フランス人の王アンリ七世とも呼ばれる、パリ白県フランス公アンリは2004年に、アンジュー公の称号を、老いのシャルル・フィリップに与えた。アンリはまた1987年から1989年に、正統派の支持するフランス王家の長である、ルイス・アルフォンソが、オルレアン派の支持するフランス王家の長である、自身の主張に反して、アンジュ皇及び、 フランス王家の長の称号を名乗っていることと、フランス王室の紋章を使用していることは違法で、あるとして、フランスの裁判所に提訴した。法廷は、現在のフランスは王国でなく共和国であり、このような訴訟は、フランス共和国に関係なしとして、訴えを退けた。現在、安住公の称号は、ルイス・アルフォンソとシャルル・フィリップとの間で、競合状態にある。 フランス法務省は、ルイス・アルフォンソー殿下の省で呼んでいる。スペインでは、閣下と呼ばれる。現在のスペイン憲法は、フアン・カルロス一世の子孫にのみ多い継承権を認めており、ルイス・アルフォンソ一家は該当しない。ただし、該当者がいなくなった場合の継承候補者からも排除されているわけではない。フランコ主義者の中には、ルイス・アルフォンソー 真のスペイン国王として衰退する者もいる。ありがとうございます。